はい、キヌです。俺はこうしてカッパになったパート3を撮っていこうと思います。ではいつものように食べてもらいましょう。ここからどうなっていくのか、これが気になるところですね。このおじさんは立派にカッパになってくれるんでしょうか。本当にもうそこだけが心配です。2015年12月10木曜日、残業しないと仕事ができないやつ、いつの間にか無能の刻印を押されていた。会社のためだとそれだけを信じて頑張ってきた俺の気持ちは粉々に砕け散った。なんかあれですね、ちょっとキュウリを食べてる時と同じような声で泣いてましたね。ではちょっと、はい、キュウリの消費本数がだいぶやばいことになっています。めちゃめちゃ食べさせないと次に行けないですね。次に行くまで多分1分ぐらいキュウリ食べさせてますからね。2015年12月11日金曜日、社内での風当たりは日に日に勢いを増した。友達がいないらしい、女性に興味がないらしい、そもそも人間が嫌いらしい。やがてそういった噂話にも飽き、みんな俺と距離を置くようになった。どんどん悲惨な結末しか見えてこないですが、またあげましょう。では参りましょう。おじさんはずっとおじさんのままですね、今のところ。え、なんだろう、お酒飲んでるのかな。2015年12月12日土曜日、そりゃ会社が悪い、お前は頑張ってるよ。およそ5年ぶりに会った友人は的確に俺の心を返してくれた。すっかり気を良くした俺は、今考えればバカな儲けまらしにポンと乗ることになり、責務を負うことになった。あれですかね、ネズミ講とかに引っかかっちゃったパターンですかね。もうなんか笑い顔がもう狂ってますからね。ではちょっとまたあげます。ではまた食べさせています。さて、儲け話はどうなるんでしょうかね。うまくいくのでしょうか。いや、うまくいかないなのな。なんか苦しんでますもんね。2015年12月13日日曜日、いつも他人を見下しているお前の自業自得だよ。会社で嫌われるのも当然さ。逃げるようにしていなくなった友人が残した言葉だった。騙されたことより俺の人生を否定されたことが悔しかった。あー、もう結構来てますね。ではまたあげましょう。まあ個人的にはこんなに毎日こうキュウリを何千本も食べていたら、友人にもこう見放されるというか、まあ見放されるというかね、バカにされてもおかしくないんじゃないかなと。カッパになってもおかしくないしね。うん。2015年12月14日月曜日、誰でもいいからそばにいてほしい。そんな己の弱さを屈服できず、名ばかりの友人に都合のいい関係を求めた自分が愚かだった。自分で自分を愛す、それさえ可能ならば孤独なんて消えるのに。克服できずですね。では、また食べさせておきます。おそらくこのゲームはキュウリを何万本も必要とするゲームだと思います。このパート3に入ってからでももう2000本ぐらい消費してますからね。結構な量がいりますね。2015年12月15日火曜日、会社を休み始めて2週間も経過したのに、誰からも連絡はなかった。淡い期待を持っていた自分に心底嫌気がさす。
状況に耐えきれず髪をかきむしるとごっそりと毛が抜けた。ふと父親の頭がよぎり苦笑いするしかなかった。ようやくこうカッパの片鱗が見えてきましたね。ではまた食べさせます。相も変わらずキュウリの日々です。髪の毛が抜け始めて、きっとまだもう少しは苦しんでいられる、おられる。2015年12月16日水曜日、微妙な違和感を感じて目を覚ますと風邪をひいていた。嫌みそうな上司の顔が目の前に浮かび、声が聞こえた。仕事していなくても体調崩せるんだな。もはや呪いだった。そら風邪は何をしてなくても引くこともありますからね。では次に行きたいと思います。おそらくこのアプリは今までやったどのアプリとかゲームよりもシュールですね。一番シュールですね。こんなに変化のないというか、まあ変化はあるんですが、頭にキュウリが乗ってる。2015年12月17日木曜日、老いとは残酷なもので、症状は急激に悪化した。意識が朦朧とする中、藁にもすがる思いでキュウリを頭に乗せた。ひんやりとして予想をはるかに超えて気持ちよかった。まるでカッパになった気分だった。熱あるときはネギを首に巻くといいとか言いますよね。熱があるとき、喉が痛いときですかね。ではまた食べさせましょう。なんかあれですね、よく見ると本当に熱があるような感じで体が赤くなってました。赤いですよね。さてここからもっとカッパらしくなっていくんでしょうか。あれ、キュウリをなでなでしている。2015年12月18日金曜日、キュウリのおかげで翌朝体調は解放に向かっていた。まるで彼女のように飢えをしのぎ熱をしのいでくれる。キュウリへの愛が止まらなかった。この日人生で一番の幸せを感じた。キュウリで幸せを感じれるとはもはやあれですね、いい方向に向かってるんではないでしょうか。ではまた食べさせます。結構貯めたつもりでいたキュウリの残量がだいぶやばいです。キュウリをどうめでていくのかな。あれ、キュウリなくなった。なんかデコ緑息が。2015年12月19日土曜日、社会復帰できない。ストレスのせいなのか抜け毛がひどく、もともと広い頭がその面積をさらに拡大していた。キュウリを乗せたせいか少しだけ緑に変色していることに気づき、妙に幸せを感じた。本当ですよね、ちょっと緑いいですよね。ではまた食べさせます。もうこれカッパでいいじゃん、うん、もうデコもね緑くなし、なったし、髪の毛も抜けてきてるし、もうあと髪の毛全部抜けるだけじゃないですか。また変な体勢になってるし。2015年12月20日日曜日、腰が壊れた。そう形容するほど、ほんの少し動かすだけで月気痛が走った。人間の体とは思えないほど硬いしこりのようなものを皮膚の中に感じた。指で圧迫するとゴリゴリしていて気持ちよかった。痛いの。でもゴリゴリしてて気持ちいいんでしょ。どっちなの。まあいいとして、食べさせます。うわあ、もう全然キュウリが足りないよ。キュウリが、このカッパ野郎、
キュウリ食いすぎなんだよ、まったく。あ、背中がゴリゴリしててって、なんか甲羅ができる予兆ですかね。2015年12月21日月曜日、体中に痛みが広がった。明らかに風邪とも違う。こんな症状は生まれて初めてだった。冬だというのに少しも寒くはなく、むしろ暑くさえ感じた。とても不安で、金さえあればすぐにでも病院に行きたかった。あ、病院すら行けないんですね。いや、でもカッパーっていうか、まあキュウリの食べ過ぎでこう体が冷えたとか、そっち系じゃないですかね。普通こう大体可能性を考えるのであれば。ではまた食べさせます。はい、体に異変が起き始めたおじさん、これからどうなっていくでしょうか。背中に甲羅が生えてくるのが先か、頭がハゲてるのが先か、体が緑色になるのが先か。ハゲたハゲた。2015年12月22日火曜日、痛みにあえぎながらふと床を見てみると黒いものが落ちていた。絶句した。まるで美容室の床のように自分の髪の毛が大量に落ちていた。鏡を見てみると父親と同じ髪型になった情けない顔が映っていた。悲しいですね。ではまた与えますね。はいはい、前回のレコーディングエラーでこれがちょっと見せられなかったので、ここから撮っていこうと思います。2015年12月23日水曜日、ハゲ頭の衝撃を受け嘘のように痛みは引いていった。背中がひどく痒くなり、かきむしると皮膚が取れ、硬い鱗のようなものが表面に出てきた。一体自分の体に何が起きているのか、とにかく怖かった。これですね、まあ、自分の体というか、まあ、背中がこんな風に鱗になってたら誰もがビビりますよね。ビビるっていうか、もう病院ですよね、完全に。でも病院行けないらしいので、この方はね、まあおとなしくキュウリでも食ってなさいと、キュウリを食わすわけですよ。そしたら一体次はどうなることやら。もう完全に変化し始めてますね。ようやくですけど、ツルツルになってる。2015年12月24日木曜日、異変は続いた。髪の毛を失った。頭皮が徐々に円形に白濁していった。まるで頭蓋骨が飛び出したように硬質化しており、もはや人間の皮膚とは思えなかった。いや、もう人間の皮膚なんか硬そうですもんね。頭のてっぺんとかもう皿乗ってるんじゃないですか、これ。というわけで、またキュウリを貯めつつやっていこうと思います。はい、頭が硬質化してきたおっさんの物語です。ここまでは背中がちょっと見えてないので、甲羅がどうなってるのかわからないですが、見えるかな、見えるようになるかな。やばい、皿。2015年12月25日金曜日、お皿だった。もはや疑いようもなく俺はカッパに近づいていた。信じられなかった。震えが止まらない。それでもキュウリのことを考えると幸せだった。母さん、聖夜の夜、俺は決断します。一体何を決断するんですかね。何を決断するんだろう。ちょっと楽しみにしておきましょう。では一旦また切ります。はい、疑いようのないカッパになっていく様をご覧ください。おー、選択肢、初めての選択肢ようやく来た。俺はこれからカッパとして生きる、人間として生きる。どうしようかな。カッパとして生きてみましょう。本当にいいのか。もう私にその選択肢以外はありませんよ。
ってはいきましょう。はい、カッパとして生きる。ん？おお、服を脱ぎ始めた。2015年12月26日土曜日、全身に日焼けのようなほてりを感じた。肌着を脱いで冷気にさらしてみると心地よさを感じた。幼い頃、父に連れられて砂浜を裸足でかけた。あの自由な日々を取り戻した気がした。あれですね、あの川に行ったらいいんじゃないでしょうか。海ではなくてね、カッパは海じゃなくてこう川に住むものなので。では一旦またあげます。はい、カッパになる決意を固めた彼は一体これからどうなっていってしまうのでしょうか。頭がでも皿にはちょっと見えないですね。テカっている感じにしか見えないです。あー、髪の毛生えてきた。皿の上周りに。2015年12月27日日曜日、皿が乾くと気持ちが沈み鬱になった。冬の乾燥は凄まじく保湿は難しかった。試合に暮れていると頭がムズムズした。鏡を見てみると皿の周辺を保湿用の、硬い毛が生えていた。剛毛？剛毛？なんかやばいですね。もうなんか顔面もなんかカッパっぽくなってきてますもんね。ではまたあげたいと思います。はい、絹です。俺はこうしてカッパになったパート3を撮っていこうと思います。ではいつものように食べてもらいましょう。ここからどうなっていくのか、これが気になるところですね。このおじさんは立派にカッパになってくれるんでしょうか。本当にもうそこだけが心配です。2015年12月10木曜日、残業しないと仕事ができないやつ。いつの間にか無能の刻印を押されていた。会社のためだとそれだけを信じて頑張ってきた。俺の気持ちは粉々に砕け散った。なんかあれですね、ちょっとキュウリを食べてる時と同じような声で泣いてましたね。ではちょっと、はい、キュウリの消費本数がだいぶやばいことになっています。めちゃめちゃ食べさせないと次に行けないですね。次に行くまで多分1分ぐらいキュウリ食べさせてますからね。2015年12月11日金曜日、社内での風当たりは日に日に勢いを増した。友達がいないらしい、女性に興味がないらしい、そもそも人間が嫌いらしい。やがてそういった噂話にも飽き、みんな俺と距離を置くようになった。あのどんどん悲惨な結末しか見えてこないですが、またあげましょう。では参りましょう。おじさんはずっとおじさんのままですね、今のところ。え、なんだろう、お酒飲んでるのかな。2015年12月12日土曜日、そりゃ会社が悪い。お前は頑張ってるよ。およそ5年ぶりに会った友人は的確に俺の心を返してくれた。すっかり気を良くした俺は、今考えればバカな儲け話にポンと乗ることになり、責務を負うことになった。あれですかね、ネズミ講とかに引っかかっちゃったパターンですかね。もうなんか笑い顔がもう狂ってますからね。ではちょっとまたあげます。ではまた食べさせています。さて、儲け話はどうなるんでしょうかね。
うまくいくのでしょうか。いや、うまくいかないなのな。なんか苦しんでますもんね。2015年12月13日日曜日、いつも他人を見下しているお前の自業自得だよ。会社で嫌われるのも当然さ。逃げるようにしていなくなった友人が残した言葉だった。騙されたことより俺の人生を否定されたことが悔しかった。あー、もう結構来てますね。ではまたあげましょう。まあ個人的にはこんなに毎日こう給料何千本も食べていたら友人にもこう見放されるというか、まあ、見放されるというかね、あのバカにされてもおかしくないんじゃないかなと。カッパになってもおかしくないしね。うん。2015年12月14日月曜日、誰でもいいからそばにいてほしい。そんな己の弱さを屈服、できず名ばかりの友人に都合のいい関係を求めた自分が愚かだった。自分で自分を愛す、それさえ可能ならば孤独なんて消えるのに。克服できずですね。では、また食べさせておきます。おそらくこのゲームはキュウリを何万本も必要とするゲームだと思います。このパート3に入ってからでももう2000本ぐらい消費してますからね。結構な量がいりますね。2015年12月15日火曜日、会社を休み始めて2週間も経過したのに誰からも連絡はなかった。淡い期待を、持っていた自分に心底嫌気がさす。状況に耐えきれず髪をかきむしるとごっそりと毛が抜けた。ふと父親の頭がよぎり苦笑いするしかなかった。ようやくこうカッパの片鱗が見えてきましたね。ではまた食べさせます。相も変わらずキュウリの日々です。髪の毛が抜け始めて、きっとまだもう少しは苦しんでいられる、おられる。2015年12月16日水曜日、微妙な違和感を感じて目を覚ますと風邪をひいていた。嫌みそうな上司の顔が目の前に浮かび声が聞こえた。仕事していなくても体調崩せるんだな。もはや呪いだった。そら風邪は何をしてなくても引くこともありますからね。では次に行きたいと思います。おそらくこのアプリは今までやったどのアプリとかゲームよりもシュールですね。一番シュールですね。こんなに変化のないというか、まあ変化はあるんですが、お頭にキュウリが乗ってる。2015年12月17日木曜日、お糸は残酷なもので症状は急激に悪化した。意識が朦朧とする中、藁にもすがる思いでキュウリを頭に乗せた。ひんやりとして予想をはるかに超えて気持ちよかった。まるでカッパになった気分だった。熱あるときはあのネギを首に巻くといいとか言いますよね。熱があるとき、喉が痛いときですかね。ではまた食べさせましょう。なんかあれですね、よく見ると本当に熱があるような感じで体が赤くなってました。赤いですよね。さてここからもっとカッパらしくなっていくんでしょうか。あれ、キュウリをなでなでしている。2015年12月18日金曜日、キュウリのおかげで翌朝体調は解放に向かっていた。まるで彼女のように飢えをしのぎ熱をしのいでくれる。キュウリへの愛が止まらなかった。この日人生で一番の幸せを感じた。キュウリで幸せを感じれるとはもはやあれですね、
いい方向に向かってるんではないでしょうか。ではまた食べさせます。結構貯めたつもりでいたキュウリの残量がだいぶやばいです。キュウリをどうめでていくのかな。あれ、キュウリなくなった。なんかデコ緑息が。2015年12月19日土曜日、社会復帰できない、ストレスのせいなのか抜け毛がひどく、もともと広いやった間がその面積をさらに拡大していた。キュウリを乗せたせいか少しだけ緑に変色していることに気づき、妙に幸せを感じた。本当ですよね、ちょっと緑いいですよね。ではまた食べさせます。もうこれカッパでいいじゃん、うん、もうデコもね緑くなったし、髪の毛も抜けてきてるし、もうあと髪の毛全部抜けるだけじゃないですか。また変な体勢になってるし。2015年12月20日日曜日、腰が壊れた。そう形容するほど、ほんの少し動かすだけで月気痛が走った。人間の体とは思えないほど硬いしこりのようなものを皮膚の中に感じた。指で圧迫するとゴリゴリしていて気持ちよかった。痛いの？でもゴリゴリしてて気持ちいいんでしょ？どっちなの？まあいいとして食べさせます。うわー、もう全然キュウリが足りないよ。キュウリが、このカッパ野郎、キュウリ食いすぎなんだよ。まったく。あ、背中がゴリゴリしててって、なんか甲羅ができる予兆ですかね。2015年12月21日月曜日、体中に痛みが広がった。明らかに風邪とも違う。こんな症状は生まれて初めてだった。冬だというのに少しも寒くはなく、むしろ暑くさえ感じた。とても不安で、金さえあればすぐにでも病院に行きたかった。あ、病院すら行けないんですね。いやでもカッパーっていうか、まあキュウリの食べ過ぎでこう体が冷えたとか、そっち系じゃないですかね。普通こうだいたい可能性を考えるのであれば。ではまた食べさせます。はい、体に異変が起き始めたおじさん、これからどうなっていくでしょうか。背中に甲羅が生えてくるのが先か、頭がハゲてるのが先か、体が緑色になるのが先か。ハゲたハゲた。あ、2015年12月22日火曜日、痛みにあえぎながらふと床を見てみると黒いものが落ちていた。絶句した。まるで美容室の床のように自分の髪の毛が大量に落ちていた。鏡を見てみると父親と同じ髪型になった情けない顔が映っていた。悲しいですね。ではまた与えますね。はいはい、前回のレコーディングエラーでこれがちょっと見せられなかったので、ここから撮っていこうと思います。2015年12月23日水曜日、ハゲ頭の衝撃を受け、嘘のように痛みは引いていった。背中がひどく痒くなり、かきむしると皮膚が取れ、硬い鱗のようなものが表面に出てきた。一体自分の体に何が起きているのか、とにかく怖かった。これですね、まあ、自分の体というか、まあ、背中がこんな風に鱗になってたら誰もがビビりますよね。ビビるっていうか、もう病院ですよね、完全に。でも病院行けないらしいので、この方はね、まあおとなしくキュウリでも食ってなさいと、キュウリを食わすわけですよ。そしたら一体次はどうなることやら。もう完全に変化し始めてますね。ようやくですけど、はぁ、あ、ツルツルになってる。2015年12月24日木曜日、異変は続いた。
髪の毛を失った。頭皮が徐々に円形に白濁していった。まるで頭蓋骨が飛び出したように硬質化しており、もはや人間の皮膚とは思えなかった。いやもう人間の皮膚なんか硬そうですもんね。頭のてっぺんとかもう皿乗ってるんじゃないですかこれ。というわけでまたキュウリを貯めつつやっていこうと思います。はい、頭が硬質化してきたおっさんの物語です。ここまでは背中がちょっと見えてないので甲羅がどうなってるのかわからないですが、見えるかな、見えるようになるかな。はい、皿。2015年12月25日金曜日、お皿だった。もはや疑いようもなく俺はカッパに近づいていた。信じられなかった。震えが止まらない。それでもキュウリのことを考えると幸せだった。母さん、聖夜の夜、俺は決断します。一体何を決断するんですかね。何を決断するんだろう。ちょっと楽しみにしておきましょう。では一旦また切ります。はい、疑いようのないカッパになっていく様をご覧ください。おー、選択肢、初めての選択肢ようやく来た。俺はこれからカッパとして生きる、人間として生きる。どうしようかな。カッパとして生きてみましょう。本当にいいのか。ええ、もう私にその選択肢以外はありませんよ。では行きましょう。はい、カッパとして生きる。ん、おお、服を脱ぎ始めた。2015年12月26日土曜日、全身に日焼けのようなほてりを感じた。肌着を脱いで冷気にさらしてみると心地よさを感じた。幼い頃父に連れられて砂浜を裸足でかけた。あの自由な日々を取り戻した気がした。あれですね、あの川に行ったらいいんじゃないでしょうか。海ではなくてね、カッパは海じゃなくてこう川に住むものなので。では一旦またあげます。はい、カッパになる決意を固めた彼は一体これからどうなっていってしまうのでしょうか。頭がでも皿にはちょっと見えないですね。テカっている感じにしか見えないです。あー、髪の毛生えてきた。皿の上回りに。2015年12月27日日曜日、皿が乾くと気持ちが沈み鬱になった。冬の乾燥は凄まじく保湿は難しかった。試案に暮れていると頭がムズムズした。鏡を見てみると皿の周辺を保湿用の、硬い毛が生えていた。剛毛？剛毛？なんかやばいですね。もうなんか顔面もなんかカッパっぽくなってきてますもんね。ではまたあげたいと思います。もうここまで来るとかわいそうとかっていうあれがないですよね。なんかもう楽しそうですからね。これからが人生の再スタートだ的な感じですね。うわ、うろこやば。2015年12月28日月曜日、背中のかゆみはなくなり硬いうろこで覆われた。恐る恐る手を伸ばすと本来あるべきはずの触れられている感覚はなかった。人としての機能を喪失したことに誰にも得意も言われぬ恐怖を感じた。いやもう恐怖とか絶対ないでしょここまで来たらね。もうだってイヒみたいな顔してますもん。ではまた
給料上げます。はい、カッパへの道筋を順調に歩んでおります。次はどうなるのか。あれ、どうなってるんだ。2015年12月29日火曜日、甘く考えていた。今まで付き合ってきた自分の体を失う、これほどまでに受け入れがたいとは想像していなかった。ぬくもりを求めて顔を覆ったその手すら固く変化しており、叫ぶしかなかった。なんかちょっと切ないですね。悲観してます。ではまたキュウリを食べます。はい、では進化に参りたいと思います。どうなっていく。これ以上カッパになるのか。いや、カッパになることを選択しているからな。あらら、なんか服脱いだただのおっさんっぽいですが。2015年12月30日水曜日、カッパとしてキュウリを食べ、気楽に人生を過ごすのが魅力的に感じたが、恥ずかしい話、まだ俺は女を知らなかった。この先可能性があるとは思えないが、それでも学生時代から見続けた夢を諦めることもできそうになかった。そうですね、人から愛されていればカッパにならずに済んだのかもしれないですね。というわけで、まだ全然ここから1回目のエンドまでが遠そうなので、ここで切ってパート3はここで上げたいと思います。ではパート4で完全に、1つ目のエンディング回収できると思うので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。では。